優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、また E リーグ初皆さんすごいですね。はい、初制覇ですけど今の気持ちを教えてください。もう嬉しいの一言です。はい、そうですね、はい、嬉しそうですね。はい、はい、で今シーズンの方はちょっとスタートから怪我人が多くて南選手が移籍したりとか大変なシーズンだったと思うんですけど、キャプテンとしてどのようにこのチームをまとめてきたんですか？そうですね、まあ試合をこなしながら本当に良くなっていったと思っているので、はいはい、出た選手出た選手が自分の持ち味を出せるようにみんなで前向きに戦ってきこれたなと思います。はい、その中でやっぱ柴田選手の存在というのはすごく今日の試合も大きかったと思うんですけど、はい、その中でどんなことをいつも意識してキャプテンとしてまたかぶっちゃうかな。そうですね、はい、キャプテンとしてというか、はい、もう本当にみんなが、はい、ポジティブな選手が多いので、はい、私が何か言わなくてもすごくいいチームだと思います。はい、なんかそういうすごくいいチームっていうのが今日は曖昧まですごく感じれた試合だったかなと思います。で、はい、今シーズンチームとしてやりたいことっていうのはどれぐらいできたんですかね？そうですね、まあもう少し質の部分で上げれたらなっていうのはあるんですけど、まあ厳しい戦い、難しい試合も勝ち切れたっていうところはすごく良かったなと思います。はい、すごく強かったと思います。最後にサポーターへのメッセージお願いします。本当にいつもたくさんの応援、はい、そして今日は本当にもうたくさんの応援をいただいてパワーになりました。優勝は本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。